親愛なる皆様こんにちは、タフィオです。突然ですが、皆さんは消しゴム1個の平均価格がいくらくらいかご存知でしょうか？一般的な小さめの消しゴムで平均60円から70円くらいで、大きめサイズの消しゴムでもだいたい100円前後です。普通に使っていくなら60円の消しゴムでもシードのレーダーとかトンボ鉛筆のものとか消しやすいものがたくさんあるんですけど、例えばシャーペンやボールペンにこだわって筆箱の中身をかっこよく華やかに揃えている文房具好きの方からしたら、せっかくなら消しゴムにもこだわっておしゃれなものを使いたいと思っている方多いと思います。今回はそんな文房具好きの方におすすめの高級消しゴムを紹介していきます。それがこちら、クラフトエーのツイスト消しゴムです。お値段は驚異の4400円でした。60円の消しゴムが駄菓子だとしたら、こっちは高級和菓子みたいな感じですよね。ツイスト消しゴムの紹介の前に、最初にこの消しゴムを作っているクラフトエーさんについて軽く話していきます。クラフトエーさんは兵庫県西宮市でシャーペンやボールペン、マルチペンなどのオリジナル筆記具を制作している工房さんです。野原工芸工房施設に並ぶ三大木軸工房と呼ばれているほどなので、文房具好きの方だったら知ってる人も多いと思います。今回のツイスト消しゴムもそうなんですけど、クラフトエーさんの文房具は木材と金属を掛け合わせたものが多いので、一つ買ったら木軸と金属の両方を楽しめるのが魅力だと思っています。ただそれだけこだわって一つ一つ手作業で作っているということもあって、どうしても販売個数は限られてきて、なかなか量産はできないみたいです。基本的にはクラフトエーさんのベースというオンラインショップか、数ヶ月に一度行われる販売イベントでしか購入できないので、購入までのハードルはちょっと高いんですよね。ベース販売もイベント販売も不定期で開催されるので、欲しい方はクラフトエーさんの公式 SNS をこまめにチェックされるのがいいかなと思います。次にツイスト消しゴムの仕様について紹介していきます。クラフトエーのツイスト消しゴムは本物の木材を使っているので、木の種類によって一つ一つ木目が違っていて値段も変わってきます。ちなみにこちらはシタンというローズウッド系の木材で、一見地味な木目に見えるかもしれないんですけど、実際に手に取ってみると暗赤色の縞模様が綺麗に出ていて渋かっこいい雰囲気があります。値段は4400円だったんですけど、同じツイスト消しゴムでもカリンの小部木みたいな希少価値の高い木材が使われていると5000円とか6000円とかするので、これでもシタンは割とお手頃な部類かと思います。手触りはスベスベしていて自然と手に馴染むような感じでした。シタンの木材の元々の触り心地がいいっていうのもあると思うんですけど、木材には歪みとかもないので、クラフトエーさんの加工技術も触り心地に影響していると思っています。特に裏面は光を当てると DVD みたいに反射してくれるので、見応えがあるというか、普通にインテリアとして飾っておきたくなるような美しさです。持ち手の金属には削り出しのアルミが使われていて、よく見るとヘアライン加工というあえて細かい傷をつける加工が施されています。艶消しとまではいかないんですけど、無駄にギラギラさせないあたりが、いい意味で素朴なかっこよさを感じました。構造としてはツイスト消しゴムという名前の通り、この金属の持ち手をひねることで消しゴムを繰り出せる構造になっています。消しゴムと本体の隙間もほとんどなかったので、消している時のブレは全く感じなかったです。実はこの持ち手を勢いよく引っ張れば分解することもできて、分解してみると内部機構にはトンボ鉛筆のモノワンという150円のツイスト消しゴムが埋め込まれているのがわかります。モノといったら消しゴム界のアカシアサンマみたいな超大御所なので、消しやすさも約束されたようなものですね。それじゃあ実際に消していきます。消しゴムの中ではしっかりとコシがあってやや固めな消し味でした。消しカスもいい感じに細長くまとまってくれました。消しゴムの直径が約7ミリくらいなので、ノートに書いた細かい文字でも消しやすくて、学生なら持っておいて損はないアイテムだと思います。持ち手の太さはだいたい 1.5 センチくらいで、普通の消しゴムと比べたらちょっとだけ太いんですけど、ツイスト消しゴムは
軸が円形になっているおかげで結構手にフィットしてくれる感じがあって握りやすかったです。消しゴム本体を使い切っても120円で2本入りの詰め替えを買えるので、その辺も安心できると思います。という感じで今日は4400円の消しゴムを紹介してきたんですけど、最後に個人的なおすすめ度を表すとしたら星10個中星10個です。消しゴムに4400円って普通に考えたらめちゃめちゃ高いんですけど、詰め替えも売ってるので、この本体を1回買っておけば半永久的に使えるっていうところがいいと思いました。それから消しゴム本体の作りもかなりしっかりしていて、使っていくごとに愛着が湧いてくるところも良かったです。消しゴムだけど消耗品じゃない感じが新鮮でいいなと思いました。クラフトAさんのベースとか SNS のリンクは概要欄にまとめているので、興味が湧いた方はぜひチェックしてみてください。それからこの動画を見てこの消しゴムちょっと良さそうじゃんって思った方はチャンネル登録とグッドボタンもぜひよろしくお願いします。他の動画や SNS でも面白い文房具の情報を発信しているので、よかったらご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。